ついに始まりましたポケモントーナメントウルトラカップモンスターボール。レベル無制限のこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。ここで猛烈な吹雪、おっと一発目から猛烈な当たり、試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでガーディの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで自陣攻撃、おーっとこのポケモンではマジだったか、おーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここで人影の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ、狙い的中、あーっとあっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。ここで10番ボルトだ。おーっと一発目から猛烈な当たり、試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでアーボの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い、ここでサイコキです。おーっとこのポケモンではまずかったか、おーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでオムナイトの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。あー逆転をついた。おっと睨みつけた、おっと防御力がダウン、白熱したバトルが続いております。激しい攻撃、よし当たった、あーっと力尽きたか。ここで試合終了。今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。ここでサイコキです。おーっとポケモンの選択を誤ったか、おーっと早い、いきなりダウン、
バトルは初めから急な展開を見せております。ここでカブトの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。おおっと、このポケモンでは負けちゃったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでコラッタの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。ここで波乗りだ。強烈な一撃。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。ここでジューダスボルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。初めから大変なバトルになっております。ここでオスのニドランの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここでサイコキです。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここで石つぶせの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。ここで波乗りだ。効果は抜群だ。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。トーナメントも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。ここでジューダスボルトだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、煙幕を張った。おっと、命中率がダウン。白熱したバトルが続いております。指示が出揃って、おっと、ここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。さあ、今度は、おっと、命中率がダウン。さあ、このポケモンチェンジがバトルにどう出るか。ポケモンを次々と使い分けます。さあ、この場面で、おっと、命中率がダウン。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。これはどうだ。
効果は抜群だ。あーっと、ガッツだか。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここで不思議だねの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで猛烈な吹雪。おーっと、このポケモンではまずかったか。ここで特殊能力をアップです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。おっと、ステルタックル。よし、おーっと、ダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでコダックの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、これは効いた。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。